ただ、香川ワールドカップ間に合うと思います。間に合うっていうのは大体怪我してる選手に対する表現だが、香川に関しては、まず復活するかどうかみたいなところですよね。試合にコンスタントに出られるかどうかみたいなね。だからまあそれまでに能力がアップするかどうかっていうか、前昔に戻るかはぼ僕にも香川にもか誰にも分かんないことだと思するわ。ただ、可能性がないってことはないと思いますね。 関の対応めちゃくちゃだるそうスす、デンベレが、デンベレしてて、面白かったんですけど、あのさ、俺さ、思った俺だけかな、デンベレとかさ、ロコンガとか、ペペとかさ、あの感じの選手さ、みんな目似てないなんかこう、眠そうにさ、こうやっと開けてるみたいな目してないなこう、ぼーっとした感じのさ、あれ不思議だよね、あれ。顔、すごい似てるよね。顔っていうか、目、目元。僕だけですかね。 だだけだったらもうこれやりますけど似てるよねやっぱりそうあの感じのさなんかこう責任感内傾っていうか自分の置かれてる状況分かって内系の選手ってやっぱそうだよね覇気のなさっていうかあのあれペペがさあのアルテタの話聞いてる時とかさアルテタの話だけあの投入前にそうネレずあそうマルシャルもマルシャルもそうそうそう そうネレズはね、アヤックスで、でも別にそんなにね、オフザボール悪いとか、働いてねえなって感じじゃなかったんだよね。でも、目は似てるね。そう、タレ目じゃないの、タレ目。あ、いよもそうだね。でよビは逆に、あのエバートン行って、なんかあんま出番当たらなくて、なんかファイターみたいになって、昔の良さなくなってるかあのパターンの選手いるんだよね、あの、あれ、カスティジェホとか。 あれ昔 VV ブイブイ言わせる系のこう、セルフィッシュウィンガーだったのに、今献身的なプレーだけが取り柄ですみたいな。あれ一番寂しいよね。それね。